ロレックス最高。はい、どうもムケオです。はい、ですね、昨日ライブして新旧デイトナのこの違いですね、この辺ね、ちょっと皆さんに教えてもらいましたんで、まあホームページ見て、まあどのようなとこが変わったっていうアナウンスありますね。そこプラス、まあ新旧ちょっと比べて、皆さんから教えてもらったやつをね、ちょっとまとめていこうかなと思います。やはりね、デイトナ進化してますね。最高です。これなんでしょうね、僕が買うデイトナのデザインは。ということで、はい、それでは、新旧デイトナ比較行ってみましょう。はい、それではね、ホームページに書いてある、変わったところからね、ちょっと見ていきましょう。この後ね、新旧の比較はしたいと思います。はい、オイスターパーペチュアルコスモグラフデイトナでございます。ロレックスの象徴的なモデルでございますね。本当にまた今回も細かく、そして素晴らしくブラッシュアップされてます。はい、もう今回ね、もうすべてのデイトナにおいて、こちら、旧モデルはすべてディスコンになってますね。すべてのデイトナがもう刷新されているということですね。はい、今回60周年記念としてね、すべてが新しくなっているということです。ロレックスの代表的なモデルでございますね。はい、この辺はね、まあ、めちゃめちゃかっこいいんでね、皆さん見てください。で、まあ変わったとことしましてね、はい、見てください。かっこいいですね。めちゃめちゃかっこいいですね。やっぱり売れまくるからね、もう細かく細かくこうブラッシュアップされていって、今この域に達しているという状態だと思います。めちゃくちゃ欲しいですね、これか。私が買うのはね、私が買うデイトナはこのモデルなのかと思っちゃいましたが、はい、全体的な形としては、このようになっておりますね。はい、ここ、はい、アップデートされたディスプレイということで、もう文字盤もね、変わってますね。ダイヤルのグラフィックバランスも統一され、アワーマーカーとカウンターのメモリ部分がリサイズされたと。はい、後で比べますけど、めっちゃ変わってます。調和の取れた配色と仕上げがダイヤルとカウンター、そしてカウンターのメモリ部分とのコントラストを引き立たせ、このコスモグラフデイトナのダイヤルにさらなる調和とモダンな雰囲気をもたらしているということです。まあ僕もね、実物持ってないんであれなんですけど、一見わかんないんですけど、比べてみるとね、だいぶ変わってますから、今文字盤変わっているということですね。はい。あとケースについても、こちら、変わっておりますね。新デザインになったミドルケースの側面には、優美な光のラインがエレガントに反射するセラミック製セラクロムベゼルを搭載したモデルには、ベゼルのエッジケースと同じ金属が使用されているとなってます。ちょっとね、やっぱ形も変わってると思うんですよね。ここのラグとこのブレスのこの隙間っていうのが、ちょっとこのラグ部分変わってるんじゃないかなと思ってますね。ああ、かっこいいですね。本当に。60周年を、まあ、記念して出たであろう、アイスブルーはね、裏付けになってます。これはもうね、みんながね、衝撃を受けてました。はい、こちら刷新されたアイスブルーデイトナでございます。ね、裏付けとなってるんですけども、ちなみにムーブメントもこれね、すべてアップデートされてると書いてありますね。はい、こちら、キャリバー4131というのが搭載されていると。コスモグラフデイトナにはキャリバー4131が搭載されている。ロレックスの完全自社開発ということで、4130の進化系で、いろんなことがね、進化してるということになってますから、まあ特徴はね、もうこのローターですよね。これめちゃめちゃかっこいいですよね。要はシースルーバックじゃないモデルにも、この4131が搭載されてるんであれば、これ、こういう形で乗ってるんでしょうか。ちょっとこれはね、今後の、情報を待ちたいんですけども、これが乗ってるんであればね、もったいないですよね。それを隠すのであればですね。要はムーブメントも変わっていると。さあ、こんな感じで。ムーブメントがかっこいいですね。いやー、この仕上げはね、グランドセイコーともめちゃめちゃかっこいいと思うんですけども、これもね、ちょっと負けてないというような感じで僕は思っちゃいましたね。うん、はい、こんな感じでね、結構いろんな、部分が変わってるということでアナウンスされてます。じゃあ、旧と新、こちらね、ちょっと見ていきましょう。はい、白のデイトナー、ね、こちらの新旧でございます。皆さん、どちらが新と旧、わかりますよね。そう。左側が新、右側が旧となってますね。やっぱ比べてみると、ちょっとね、違いありますよね。結構ね、いろんなツイッターとか見てると、やっぱ新型ちょっと見慣れないっていう意見もありますが、まあ今後慣れてくるでしょうし、僕新型めっちゃいいと思うな。うん。
まあね、確かにこの、はい、ベゼル部分見てください。このね、ステンレススチールのこのね、枠がありますね。これはどのモデルにもついてるんですけれども、これが、旧型にはありませんね。結構この旧型のこれかっこいいなって思ってたんですけど、まあ、こういう風に芯で出てくるとどう思いますか皆さん。いや、もう僕はもう新型の虜になってるんで、はい、もう全然これ新型でいいと思います。まあ、むしろやっぱその衝撃でここ割れづらくなってるんじゃないかなってとこですよね。まあ、このステンレスチールのとこは傷つくでしょうけども、衝撃にはねセラミックそんなに強くないですもんね。うん、傷とかには強いと思うんですけれども、もしこれね、違ってたら皆さんコメントください。ね、だからそこをガードするような形でベゼルをね守るような感じで、これはね、素晴らしいと思います。そして中のインデックスですね、先ほども書いてありましたけれども、ディスプレイが変わったってことで、はい、この一つ一つのインデックスを見てくださいね。細くなってますね、こちらね、これと比べて細くなってますね。なんかシュッとしたイメージですね。まあこれを見た時に、もう本当にロレックス歴の長いもうスーパー時計兄貴の皆様はエルプリに近づいたよねっていうような、コメントをされておりました。そうです。この後ねちょっとエルプリも見せますので、エルプリメロデイトナに今近づいた、僕言われてみたんですけど確かにということですね。はい、こういうね、インデックスデザインがシュッとしたような感じですね。細くなっております。そして中のサークルですね、これも細くなったと、はい、さっきも書いてあったんですけれども、細くなってますね。はい、細くなってます。ツイッターにね面白い画像があったんで、はい、こちら見てください。はい、ドーン。まあね、わかりやすく言うと、まあ、こんな感じですよね。うん、細くなっているということです。あとはまあもう今のロレックスね、ほとんどそうなってるんですけれども、このスイスとメイドの間の中の王冠ですね、これがあることによって、まあ、パワーリザーブが長いということを、まあ、示してるんですけれども、はい、今回は、ここに王冠ついてます。で、どこに入れるんだっていう話があったんですけれども、そこに入れてきたかなということですね。はい、芯9にはここありませんね。芯にはありますと。あと、さっきもね、言ったんですけれども、やっぱそこの、このラグとか、このブレスとか、その辺も多分調整されてるような感じはありますね。うん、あ、されてますね、完全に。ここのフラッシュフィットのもう位置が全然違いますね。こうやって見るとね。こっちはみ出してますもんね。こっちここはみ出してますもんね、ここね。こっちはみ出してないですもんね。ここら辺やっぱ変わってるんだろうな。で、ここのちょっとした隙間があるじゃないですか。うん。こういうのも旧型には見られないんで、ちょっとシャープになったイメージなのかな、今回は。はい、ちょっとそのようなね印象を受けますね。まあベゼルの文字については、大きな違いは見られないんですけれども、もし皆さん、これ以外にも大きく変わった点がありましたらコメント欄で教えてください。若干リューズがちっちゃくなったかな、なんかそういうイメージもしますが、まあ全体的にちょっとシャープになった感じは新型の方がするのかなというふうに思いますね。上のラグについてもね、若干このブレストのこの幅っていうのは若干違いますよね。このロレックス文字とこのレターの位置関係もほぼ一緒だな。まあこの辺もね、もしかすると今後細かく変わっていくんでしょうね。若干デイトナの文字が新型は細いような気がしますね。はい、次は黒いってみましょう。はい、黒。まあこちらも一緒ですね。はい、シャープになったイメージで。かっこいい。かっこいい。なんか黒ギュッと締まって感じるんですけれども。いいですね。これ、白より黒の方が人気が出ますとか、そういうことないのかな。かっこいいけどな。なんかグッと締まって見えます。今回ね。はい。まあ、まあそうですね。他のとこは基本的に変わらないと思うんですけれども。はい。時計好きの皆さんがね、教えていただいたんですけれども、まあ、エルプリに近づいたっていう話、いただいたんですけれども、確かにね、このシャープなインデックスに関しては、エルプリって感じですね。確かに似てますね、この辺については。そして、まあ文字盤のサークルの感じも、まあ結構この細めでね、一緒。でもまああれだな、やっぱ新型の方が細いですね、なんかイメージとしてはですね。あとはまあ針は、針とかはまあエルプリとかとは違うですね、違う感じですね。はい、次はエルプリの黒です。はい、こんな感じでね、まあ確かにね、インデックスとかその辺は似てるのかなと
というふうに思います。こうやって見るとね、このラグのこの削り感とかね、全然違いますよね、磨きとかがね。やっぱこうやって年々進化してる、これがロレックスデイトナー、そしてその60周年を記念して今回ぶちかまされたっていうのが、今回のモデルだなというのをね、感じますね。はい、新旧比較以上です。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでね、デイトナー、変わっておりますね。ですね、昨日ちょっとね、一つね、質問があったんですけれども、その旧型のデイトナーステンレスを買われた方がね、この新型買えるのかっていう話、あの縛りがありますよね。同じモデルだったら5年買えないとか、スポーツモデルだったら1年買えないっていうのがあるんですけれども、旧型のデイトナーを買われた方、SS ね、これは5年買えませんね。衝撃ですよね。しっかりその文章もね、送っていただいて、結構ねツイッターとかでもこう悩まれてる方あったんですよ。リファレンス変わったから買えるよねっていう話をしてたんですけど、まあ僕も買えるんじゃないかなと思ったんですけども、基本的にはこう5年買えないっていうことで、多分間違ってないと思うんですけどね。もし違うのであれば、正規の店員さんちょっと教えていただければなと思います。でも多分間違いではないと思っております。はい、昨日のライブの感じだとね、その文書もありましたんで。はい、そんな感じで、今回ね、新旧デイトナーちょっと比較させていただきました。新作関連ね、まだちょっといろいろ情報入ってきてますんで、まあまとめれたらどんどんね、上げていきますので、よろしくお願いします。チャンネル登録も、そしていいね、ぜひ拡散の方よろしくお願いします。はい、そんな感じです。ロレックス最高。はい、本日は以上です。また別の動画で会いましょう。ではまた。